イオリ、あれはなんだ。それはうつつか、狭間の夢か。永月をめぐり争う七人七鬼に最低者より知らせが届く。集えよ雑種、新たなる桃園の始まりだ。謎多きことの葉に導かれるがまま、彼らは未知なる戦いへと身を投じんとする。来たか。待ちくたびれたぞ。これで全員。では始めるか。緊張せよ、月に群がる雑種ども。この俺が義のルーラーとして告げる。今この時より、貴様らの定めはこの英雄王が掌握した。その手で願いを叶えたいか、無二の栄誉へ至りたいか。ならばこの地でその意を震え、並み居る敵を残らず退けてみせよう。勝ち残った者には俺が褒美を与えよう。例えばそう、月よりも輝く願望期とかな。さあ、時は来た。ここに慶安親善試合の開幕を宣言する。わその若旦那、うん、すまない、こたびばかりはさっぱりわからん。貴殿の事の葉をいくらか反芻してはみたが。私も右に同じくだ。突如かような地にまで呼び立てて、どういうつもりだ若旦那。まったく、さじにこだわるものよ。この俺に死を抹殺に至るまで懇切丁寧に説明させるつもりか。なあ、すまないがよろしく頼む。王の手を煩わせるとは万死に値しようが、まあよい、俺の寛大さに感謝するのだな。で、何を聞きたいのだ。試合を催した理由だと。愚問だな。無論我が余暇を潤すために決まっていよう。で、何を聞きたいのだ。ここは見ての通りの闘技場よ。試合を催すべく俺が作った。急ごしらえではあるが、ま、そう悪くない出来であろう。許す、いくらでも讃えてよいぞ。試合の合間にでも
心ゆくまで闘技場を巡り歩くがよい。無論貴様らを明かさぬ仕掛けも施している。我が心尽くしにむせび泣くがいい。で、何を聞きたいのだ。試合う相手は月に群がる雑種。すなわち貴様ら同様、義の担い手どもだ。己を除く5つの陣営としのぎを削り、三度の試合を勝ち抜いてみせよ。無論ひとたびでも負ければそこでしまいだ。残る試合の決着、観覧席にて見届けるがよい。加えてキャスターどもはゆえあって不参加である。この俺の命に背くとは不遜極まりない連中よ。で、何を聞きたいのだ。言ったであろう、月よりも輝く願望期と。少なくとも雑誌の矮小な願い程度であれば造作もなく叶えられよう。で、な、何意味などない。気の向くままそれらしく名付けたまでよ。ゆえにこれ以上の詮索はやめておけ。で、何、そうか、ならば直々の説明はここまでよ。ほどなく第一の試合を始める。それまでに覚悟を済ませておけ。さて、どうする、セイバー。願望期の話がまことならば、この試合またとない好機ではあろうが。ちっともわからん。やつの話を鵜呑みにはできぬが、くだらぬ思いつきと切って捨てるのもためらわれる。ただな、一つだけ確かなことがある。技や力を競うのであれば、私は少なくとも負けるつもりはない。違うか。決まりだな。ああ。勝つぞ、より。やるからには勝ってみせよ。ほう、その顔、覚悟は決まったようだな。では第一の試合を開始する。で、やつの言に従い神田に来たわけだが、それらしき相手はいないな。さて、ここからどうしたものか。無事に着いたようだな。あ、若旦那、貴様一体どこから。そう驚くな。俺ともなれば天より語るなど造作もなきこと。では改めて、これより第一の試合を始める。ここでは貴様らの知恵と気骨を試す。いずこかに我が秘蔵の宝物を隠した。各所の手がかりを頼りに見事探し出してみせよ。なんだ、物探しか。思ったよりも早く済みそうだ。甘いわ、間抜けめ。俺は試合と言ったぞ。宝物を求める者、貴様らのみと思わぬことだ。宝は一つ、求めるは二組。つまり
早い者勝ちか。しかり、あえて若旦那らしく言うならば、先着販売売り切れごめんというやつよ。ならば急がねばだな。若旦那、俺たちが探すべき宝物とは一体何だ？こたび貴様らが求めるべき宝物は、星々よりきらめき、太陽よりまばゆき超一品、美の具現たる俺の黄金像だ。三千たる輝きを前に腰を抜かしてくれるなよ。なるほど、それは何とも分かりやすそうだ。うん、では特有権。よし、像が売り切れる前に特見つけるぞ。行ってくる。待て待て、走るな。俺と共に行こう。なぜだ。手分けして回ればより早く探し出せように。神田には小説の私塾があるはずだ。お前がむやみに走り回れば目立ちかねん。目立てばいらぬ戦いを招きかねんか。一理ある。ではまず象とおぼしき魔力を追うぞ。こちらだ、より。よしよしよし。貴様は宮本よりか。何者だ。我らは小説先生と志を共にする者。貴様ら先生を陥れんと嗅ぎ回っているな。この不心得者め、一刻も早くここから立ち去るがよい。ああ、これは参ったな。二人でいても目立つではないか。まったく、手早く済ませるぞ、より。志は怪我させる。即刻この地より叩き出してくれるわ。こっちだ。待っていろ。もらった。せや。ユイのやつ、配下も満足に御せぬのか。いや、これもあるいはユイの企みか。我らの行く手を阻むため連中を差し向けているとか。それは君のことだ。ユイらしくないとでも言うのだろう。よくわかっているな。では進むぞ。
癒されるな。ほーら、怖くないぞ。宮本よりだな。小説先生には近づけさせぬぞ。また出たか。年中もどこにでも湧いてくる。せっかくなら2年後に来てほしいものだ。まあそうだな。身のこなしだ。もらった。終わりだ。ここだ。さすがに門弟の数が多い。像を探すどころではないな。ではこうしよう。まず連中を残らず倒して回るのだ。さすれば話は早い。どうだ？それはあまり感心せぬな。その声、若旦那か？愚問だ。俺は主催だぞ。貴様らの動向を余さず見ているに決まっていよう。その上で会えていよう。かの門弟ら、こたびの試合には無関係である。そうなのか。像を探すためとはいえ、試合に関係なき者への手出しは規則に反する。主催としてきつい罰をくれてやらねばな。な、何？かような規則聞いておらぬぞ。そうだろうとも。何せ今ここで作った規則だからな。そーら、罰をくれてやる。存分にあがき俺を教示させよ。何が貴様が楽しみたいだけのコロベだろうに。家計の災難だと思うことに片付けろ。若旦那、かようなもの我らの敵ではない。ふん、これ式では罰にならぬか。ではこれならばどうだ。セイバー、あまり若旦那を焚きつけてくれるな。来い。任せろ。このありさまで言い返さずに委ねようか。読めた。出番だ。すぐに行く。見つけない。はあ、見えている。隙を見せたな。畳みかけろ。
のは良いか。先を急ぐぞ、ヨリ。これ以上、奴の道楽に付き合っては。見つけたぞ。早く神田から出て行け、宮本ヨリ。また門弟か。連中の立場がどうあれ、戦うべきではないのだろうが。やめよ、貴殿ら。出たな、ユイ。やはり奴め、こたびの相手であったか。決して無用ないさかいは起こすなと、そう言い含めていたはずだが。先生ですが、宮本よりがそこに。彼は貴殿が思うような輩ではない。事情があるのだ。みだりに踏み込めば命を散らすぞ。はい、申し訳ありませんでした。ふむ、なんだ、誠に試合とは無関係だったのか。貴殿らには見苦しいところを見せたな。だがそれもここまでだ。この試合はすでに決しているのだから。その像は遅かったか。ああ、門弟や若旦那の邪魔立てさえなければ。どのみち地の利は我らにあった。ゆえにこたびの結果は揺るぎようが。両者待てい。またか、若旦那。いい加減にしつこいぞ。流行るな、雑種。俺は貴様らへ朗報を伝えに来たのだぞ。この勝負、確かにライダー陣営が宝物のもとに先にたどり着いた。だが、まだ勝負は決まっておらぬ。我が宝を欲する者は、それにふさわしい気骨を示すのだ。己の力を振り絞って戦い、最後に立っていた者が宝物を手にする。つまり、第一の試合の勝者となる。いざ尋常に戦うがよい。それは俺たちには都合がいいが、象探しとは何だったんだ。俺は俺がより楽しめる道を求めるのみよ、主。構わぬ。あの者が孔弁を聞く耳を持つとは思えぬ。両者否やはないようだな。ではいざ尋常に。待て、英霊二騎がここで戦えばいらぬ被害を生もう。ふん、ならば特異動せよ。そうだな、貴様の塾の前はどうだ。こたびばかりは仕方あるまい。では宮本伊織、支度を整え速やかに我が塾を訪れるがいい。よしよし。あんた、小説先生と何か勝負でもしてんのか。先生に勝てるとは思えんがな。
俺は先生にとんだご迷惑を。先生に傷一つでもつけてみろ。我ら門弟が黙っちゃいないぞ。支度は整ったか？ああ、セイバーも問題ないな。うむ、覚悟せよユイ、ライダー。こたび勝つのは我々だ。勝士、主の道決して阻ません。ではいざ尋常に勝負。挑んだところで結果は変わらぬ。己が無力を知るがよい。いや、変えてみせるとも。遅いな。機は熟した。頼む。出番だな。我らが刃引き立てる。なんと不甲斐ない。すぐに行く。の手。人をした。頼む、セイバー。手を貸せよ。しまいにするぞ、ユイ、ライダー。散りゆけ、今だ。いつでもよいぞ、より。ふう、敵放つ。読めた。味わうといい。くれユリ。来い。任せろ。そこだ。来い。すぐに行く。押し切る。火は熟した。来い。出番だな。我らが刃引き立てる。そこまで。第一の試合、宮本より並びにセイバーの勝利。面目次第ありません。よい、私も未だ研鑽が足りぬようだ。やったな、より。一時はどうなることかと思ったが。ああ、勝ちだ。若旦那の計らいに感謝せねばな。ふん、悪くない健闘ぶりであった。ゴーハラだが、こたびばかりは。若旦那の気まぐれに助けられたな。俺こそが親善試合の規則故に、俺の言は絶対よ。ゴーハラだ。ゴーハラではあるが、奴の気まぐれなくば負けていたのも事実。そうだ、若旦那、手に入れた像はどうすれば。俺を楽しませた褒美だ。ありがたく受け取れ。
次戦はいよいよこの闘技場で行う。開始の時まで観覧席にて身を休めておけ。時がないか。良きかな、愉快。うん、うむ。戯るか。ああそうだ、先に授けた黄金像だが、ただ眺め回すだけが使い道ではないぞ。ではどう使うのか、答えを知りたくば斧が足にて探し当てるがよい。像の使い道か、気になるといえばなる。やれやれ。まったく。よもやこのような幕切れになろうとはな。だが望みはついえていない。願望期は一つではないのだから。故に忘れるな、宮本伊織。英月を手にするのはこの私だ。若旦那のことだ。何か意図があるのだろう。またのおこ。
ましょう。支度は済んだか？頑張れよ。江戸に住まいし雑種どもよ、この豪華絢爛な闘技場によくぞ集った。慶安親善試合、その第2の試合が間もなく開始する。実はすでに第1の試合が執り行われたのだが、貴様らに見せるのは手間なので以下略とする。これより舞台に上がるは、晴れて第1の試合の勝者となった2組の主従どもである。いざ刮目せよ、挑戦者入場。西からは宮本伊織とセーバー、いでよ。曲がりなりにもセーバーを名乗るからにはそれなりの技を見せてくれよう。よもや長屋を粉砕するだけがノーというわけでもあるまいしな。東からは丁成功とアーチャー、清廉な主に清廉な従者、まさに理想の関係よな。それゆえに告白な選択を迫られることもあろう。せめて悔やまぬ道を選ぶがいい。次は君たちが相手か。そうかそうか。嫌に楽しげだな、セイバー。伊織は違うのか？テイラの手の内を知れるまたとない木だろうに。セイバーの言う通りだぞ、伊織。テイまで。今でこそ俺たちは盟友ではあるが、いずれ命を懸けて戦わねばならん敵同士でもある。その時のため相手のことは一つでも多く知っておきたいだろう。うん。宮本伊織、そしてセイバー、疑いようもなくお前たちは強い。そしてそれなればこそ手加減は無用。全力でなければ手の内も見えん。少しでも手を抜こうものなら俺たちが願望機をかっさらってしまうぞ。すがすがしい男だな、テイ。案ずるな、テイ。俺も元より全霊で臨むつもりだ。それが貴殿への何よりの礼儀だと、そう心得ているつもりだ。その返事を待っていたとも。さて、両陣営とも用意は良いな。反則なし、場外以外何でもありの大勝負、第二の試合を開始する。行くぞ、伊織。我らの全力を示してやろう。早すぎ。押し切る。はい。
この借りは避けるなよ。やはり強いな、イオリ。俺の見立ては正しかったようだ。ギデン、敵に回すとこれほどまでに手強いとはな。そこだ、受けてみろ。受けよ。覚悟は良いか。力を借りる。出番だな。我らが刃突き立てる。やっもらった、受けてみろ。愉快愉快。危険、ツバメ返し。遅いな。これなら、もらった。俺はまだ死ねんのでな。アーチャー、来い。分かった。両者そこまで。第2試合の勝者は宮本伊織並びにセイバーである。よし、勝ったな、伊織。ああ、なんとかな。テイ・セイコーとアーチャー、やはり手強い。つくづく敵には回したくないな。うむ、いずれ対する定めとはいえ、今しばらくは銘を結んでおきたいものだ。あの豪華な地層もあと一度くらいは。うん、味わっておかねばだしな。まあそうだな。いやはや、真っ向から負けてしまったか。俺もまだまだ修行が足りんようだ。だが楽しかっただろう、マスター。顔にそう書いてあるぞ。もちろん悔しくはあるがな。あとは観客席から彼らの健闘を見守ろう。何をグダグダと話しておる。この後も試合が目白押しなのだ。これにて第2の試合は終了。貴様らは残らず観覧席へ戻れ。先ほどの気配は。やはり抜け出ていたか。まったく、余計な手間をかけさせよって。こうなっては。ごゆっくり。前田アリ、またのお越しを。まさか貴殿が勝ち上がるとはな。この勢いならば、あるいはともあれ、我らを破ったのだ。無様に散ってくれるなよ。主を勝たせてやれなかったのは無念だが、お前たちに負けたのならば仕方ない。次が決勝なのだろう。私たちに勝っておいて負けてくれるなよ。
悔しくないと言えば嘘になるが、こうなればあとは友の勝利を願うのみだ。何、そう気負わずとも必ず勝てるさ。むしろ勝たんと許さんぞ。イオリ様。だがまあ、おう、驚いたぜ。まったく。支度は頑張れよ。手に汗握る激闘、胸を打たんばかりの決着、闘技場で繰り広げられた数々の戦い。貴様らはそれらを目撃したのだ。十二分に心に焼き付いていよう。慶安親善試合決勝戦である。舞台に上がる資格を残すは二組の主従のみ。いよいよ全てを手にする勝者が決まる。いざ刮目せよ、挑戦者入場。西からは宮本伊織とセイバー。腕に覚えある剣士どもだが、剣だけでは勝てぬ。手段を選ばず頂をつかむがいい。俺が許す。東からはドロテア・コイエットとアサシン。勝利のために手段を選ばぬ立ち回り、魔術師や暗殺者どもには道理であろう。まずもって連携をおろそかにして勝てる相手でもあるまいよ。それでは試合開始の合図をとくと待てい。横須賀ぶりね、宮本伊織。あの時のジャドク、すっかり言えたみたいで何よりだわ。言ってくれる。同じ失態を演じるつもりは微塵もないぞ。ならば私たちだけでなく背後にも注意を払うことね。アサシンの操る蛇は神出鬼没、いつだってあなたを狙っているわ。であらば残らず切り捨てるまでだ。二度も同じ手は食わぬぞ、ドロテア。問答はもうよかろう。こたびこそ邪魔が入らず終わるとよいな。望むところだ。今ここで決着をつける。両陣営とも用意は良いな。反則なし、場外以外何でもありの大勝負よ。ついに決勝戦を開始する。セイバー、隙を見せるな。相手はアサシン、何をしてくるかわからん。押し切る。逃げも隠れもしないわね。あなたたちの力正面から測ってあげる。アサシン、こちらへ。よかろう。逃がさない。見せてやろう。
れだ。このまま攻めれば遠からず。待て、ヨリ。この気配、ヨウジャ。ドロテア殿、やはり仕掛けていたか。違う、これは違うぞ、ヨリ。大元こそ同じだろうが、あの蛇の魔力、アサシンのそれとは異なる。では誰が。私の見立て通りであれば、蛇の主は恐るべきものだ。心せよ、ヨリ。恐るべき。お前にそこまで言わせる相手か。ああ、おそらくその名は。いや、よい。全ては試合に勝てば分かること。蛇を払い、この試合に幕を引く。より、力を貸せ。行くぞ、サイバー。お前の剣ならば。ラサシ、群れなす王者の一切敵ではない。遅いな。ここだ。陣だ。出番だ。すぐに行く。行けまい。崩れた。この日を逃すな。セイバー、行くぞ。天地自然にあふるる力、ここに集いて刃となす。絶技発揮、怒涛。本当に厄介なサーヴァント、このままでは負ける。こだわさもない。これで満足か。侵入者より。ああ、見ているのだろう、無粋なるもの。つまらぬチャチャばかり入れて満足か。さほどに構われたくば、潔く姿を見せよ。これ、うわ、なんと凄まじき元気。いいな、地を震わす荘厳にして新たかな重み。さながら要は神である。命の群れ、儚き者。愉快、愉快。そうさな。見えとするも、よし。なんちゃって、あは。驚いた？ん？か？いいわ、その顔。鳩がマグナム食らっちゃいましたって感じの。は？む、何を言っているのかわからぬが、この凄まじき神器のほどは。貴様、伊吹童子、邪智暴虐なる三大化粧の一角、日の本最大の災害流、ヤマタノオロチ。その分け御霊が一つよ。パチパチパチ、さすが土帝安弘くん。紹介してくれてありがとう。土帝、義の見届け役か。何故ここに。
ああ、はい、そこの男子。難しいことは考えないで楽しみましょう。改めて自分からも名乗っておくわ。ご本、私伊吹童子というの。いろいろあって限界したはぐれのサーヴァント。今回はそうそうルーラーです。仲良くしてね二人とも。ああやはりそうか。お山の、いやん、セイバー君ってば、視線が熱い。お姉さんやけどしちゃうぞ。わからん、何もかもわからんぞ。お山の巫女よ、伊吹童子というのは神明だな。もちろん。わからん、なぜだ。はぐれとはいえ神明を進んで明かす神の分け御霊が若旦那の催しに組みする。どちらもさっぱりわからぬぞ。そうよね、あなたの疑問はもっともでしょう。大切なマスターと一緒に聖杯戦争じゃない、英月の儀の真っ最中なんだもの。そうして警戒するのも無理はないわよね。だからこそ私は神明を明かさなきゃ。この意味わかるかしら。それは義に参ずるつもりはない、そう俺たちへ示すためか。イエース、神明を明かすのは英月をあれこれするつもりがないから。そもそもの話をするわね。もとよりこの試合っていうのはね、ここに限界した私を封じるための儀式なの。だからその名も神前試合。そうよね王様。ふん、分かっているならばおとなしく封じられておけ。いやよベーダ、せっかく限界したんだもの、たっぷりじっくりこの時代を味わわなきゃ。知事に咲き合う活気の花とほのかに漂う無情の匂い、人の営みに混じって思いっきり楽しむの。そのつもりだったのに。もう安弘くん、そんなのされたら辛労で死ぬって顔しないの。実際こうしておとなしくしてるわけだし。がっかり。ねえ王様、あの黄金のお酒ちょっと反則じゃなくて。酒、そうか酒か、合点が言ったぞ。若旦那め、大いなるオロチの分け御霊を酔わせたか。実にうまい策だ。寝台にてヤマタのオロチは酒に酔い首を落とされた。神代、神話の際は謎に頼るのは豪腹だったがな。だがあれは凡客の英霊とは訳が違う。尋常の魔術謎では斧の先さえ召喚かなわぬ正真正銘の神霊の類よ。ただ一気で間八周ごと江戸を滅ぼしかねん。まったく、俺の遊び場を沈められてたまるか。故に直ちに封じてやったのよ。神気あふるる相手であればいかようにもやり口はあるからな。我が黄金の美酒にて眠りに落ちたとなれば、あとは魔力を枯らしてやるのみ。いかに強大であろうとはぐれのみ、魔力が尽きれば座へ帰ろうからな。そうか、そのための神前試合か。
しかり、魔力を散らし魂を鎮めんがための儀式である。なるほど、神前試合とは鎮魂の祭りであったのか。しかしだ、よもや儀式の途中に目覚めようとは。それはまあね、安弘くん。なで呼ぶな。貴様、風のうちから何か仕掛けたな。それよりも、こうして無事に出てこられたわけだし、せっかくだから私も混ぜてちょうだい。これって神前試合なんでしょ。なら最後はちゃんと神様が見定めなきゃ。それにちょっと見たいものもあるのよね。ねいいでしょ王様。私江戸を沈めちゃったりしないし、全部終わったらちゃんと帰るしね。お願い。よかろう、伊吹同士、貴様の参戦を許す。わっ、さすが本物の王様は気前いいんだ。気前の問題なのか。若旦那、良いのか。熟考の末の決断よ。封が解かれた今、もはや奴を縛る術はない。ならば一層試合に組み込んだ方が諸々の手間が省けるというもの。話が通じる王様ってほんと好き。康弘くんもそれでいいわね。もう好きにせよ、ルーラー。言ったわね、もちろん好きにするわ。さてと、見ればわかることはわかるけど、あえて尋ねてみましょうね。胸に抱いたその願い、叶える覚悟はあるかしら。楽しませてね、二人とも。全部出し切ってくれなきゃ。だから見せよ、願い叶えたくばお前の魂を見せよ。
一体。なるほどな。より、我らは試されているようだ。神の断りは分からぬ。心があるかも知らぬが、少なくともこたびはそのようだ。そういうことか。ならば、ああ、俺たちの刃を、戦いぶりを収め立てまつる。どこまでも親善試合というわけだ。そういうことだ。行くぞ。では、鎮座する神に見せるとするか。俺たちの戦いを。待てよ。我らの剣で、とくとその目に焼き付けよ。見せてやる。頼む。出番だな。我らが刃、突き立てる。どうだ。遅いな。見切れまい。セイバー。すぐに行く。もらった。見えている。覚悟は良いか。頼む。任せろ。我らが刃、引き立てる。決める。雨返し、力を借りる。出番だな。我らが刃、突き立てる。見えている。それとやるのってこういう感じなのね。ああ、もう体の芯から熱くなっちゃう。奥が湧き立つこの感じ、ずっとずっと続けていたいくらい。あなたはどうかしら。どうかな。伊吹童子、天才のごとき、まさに理不尽極まる神なる力。これが神霊なるものか。このまま大勢堂勝機は薄いだが、さてどうするか。そっか、あなたそういう目で私を見るのね。いいわ、そういう子って私の好物。王様、王様、この子たちいいわ、とってもいい。あなたも一緒に遊ばない？こんな機会めったになくてよ。今ならなんと頼れる味方のお姉さん付き。どけ、
中立たる主催であることを抜きにしても貴様と組む謎をもってのほかへよ。王様釣れないんだ。ああ、もしかしてお姉さんと組むの恥ずかしがっちゃってる？そうかそうか。さては貴様、手ずから沈められたいのだな。それもいいけど、やっぱり初志貫徹。二人でやりましょうよ。あちらも二人、こちらも二人、それが一番気持ちよさそうだもの。組んでくれなきゃ、もっと暴れちゃうぞ。神というのはどいつもこいつも。王の慈悲だ。我が寛大さにむせべよ、悪神。はーい。まさか若旦那が出てこようとは。まったくだ。中立が聞いて呆れる。喜んでくれていいのよ。険しい崖は乗り越えがいがあるんだから。どんな試練も楽しんだ者勝ち。そういうわけだ。腹をくくれよ、雑種ども。準備と覚悟が済み次第知らせるがよい。あまり俺を待たせるなよ。驚いたぜ。それはさておき、受けたまわった、受けたまわった。またのお越しを。支度は頑張れ。よし、それじゃあ第二ラウンド行くわよ。俺を退屈させるなよ。
姉さん大満足。それじゃ王様、ここに全ての勝負は決した。こたびの慶安親善試合、その栄えある勝者は宮本伊織並びにセイバー。パチパチパチ、おめでとう二人とも。おお、勝者か。俺たちが。冗談でも嘘でもないわ。ほらほら、ちゃんと胸を張りなさいな。あなたたちは私を満足させてくれました。パパの名のもとにその勝利を認めます。おお、伊吹大明神、ヤマタノオロチが我らの勝利を。うむうむ、やったぞより。そうだな、ひとまずは喜んでいいか。さてと、それじゃあお姉さんはそろそろおいとましようかしら。行くのか、伊吹。ええ、今はこれで満足。それにね、ちゃんと見られたし、味わえたわ。それ、その剣、大切にしてるのね。お姉さん分かっちゃった。消化してるかなとは予想してたけど、まさかそんな風に変質しているなんて。思い、たくさん重ねられている。パパもきっと喜ぶわ。思い、か。そうだろうな。いい顔しちゃって、そういうの好きよ。宮本伊織くん、あなたのことは、ここで食べちゃおうかしらね。なっ、もちろんダブルミーニングです。ダブル？ダメだぞ伊吹。伊織には帰るべき場所があるのだ。貴様に食わせるわけには。はあ、もうかわいいな。安心なさいな、今すぐってわけじゃないから。もう少しあなたの牙が尖れたら、そしたら迎えに来てあげる。ひとまずはこんなところかしら。それじゃ皆さんお世話になりました。安弘くんもいろいろありがとう。またね。ようやく失せたか。では改めて、宮本伊織並びにセイバーよ。実に雑種らしい涙ぐましき奮戦であった。ほんの余興の割にはなかなかどうして楽しめたぞ。その口ぶりは、まあよい。それよりも若旦那。わかっている、約束通り勝者の栄誉、願望記を授けよう。おお、ついに。だがその前に一つ言わねばならぬことがある。ん？あの邪神目が暴れ回ったおかげで、願望記にたまる魔力はわずかばかり減じた。なんだと？では私たちの願いは。慌てるな、粗骨者。現じていようと莫大な魔力には変わりない。あらゆる願いとまではいかぬが、身の丈に合った願いであれば叶うとも。それならば、まあよりも問題ないか。
元より大それた望みは持ち合わせていない。むしろ考えやすくて助かる。なるほど、君らしい。話は終わったか。では問おう。こたび無二の栄誉に至りし者よ、貴様らの願いは何だ。なあ、俺たちの願いは、見ろヨリ、あそこの屋台団子が出来たてだ、食べよう。おお、あの飴もなかなかの出来栄えだ、食べよう。セイバー、あのわらべたちは何を。なるほど、金色の魚を救う数を競うのか。ふむふむ、厳しき腕比べだな。眼力や俊敏さなくば一匹たりとて救えまい。だがいかな勝負とて負ける私ではない。よーし、いざ。セイバー、ん、よりもやりたいのか。よいだろう、ならば勝負だ。違う、というか少し落ち着いてくれ。このまま闇雲に出店を巡っていては俺の懐が冷え切ってしまう。まったく、爪が甘いぞより。いくらばかりか願望期に願えばよかったもの。この状況を予期できたなら、あるいはな。やれやれだ、君だけだぞかように渋い顔しているのは。見ろ、ここに集う者は皆笑顔ばかりではないか。この光景こそ尊ぶべき平穏、君も心から願ったものだろう。ああ、確かにそうだ。っていや待て待て、それとお前の豪遊とは何も関係が。楽しいな、より。まあいいか。済んだな、ならば特行くぞ。ああ、なんだ寝不足か。久方ぶりに凄まじい夢を見た。司祭はよく思い出せないが、とにかく夜通し寝た心地がしなくてな。そのせいか嫌に疲れが。どうした、ヨリ。ああ、いや、今何か気のせいのようだ。行こうか、セイバ。やれやれ、寝ぼけ眼とは珍しい。
今の君は怪異も人と見まがいかねんな。それはさすがにないと思いたいが。忘れちゃってる？あ、どうかしら。こっちの子たちはそもそも知らないってこともありうる？そこまでやっちゃうものかしら、王様。じゃあやっぱり夢？でも、どっちでもいいわ。きっとまた会えるもの。楽しみ。よし、そしたら今日は何して遊ぼうかなと。あれ？